どうもどうも、雑草カフェ店主のあゆみんです。今日はですね、こちらにいらっしゃいます雑草さん、ギシギシさんです。このギシギシさんをちょっと紹介していきたいと思います。はい、こちらギシギシさんなんですけども、今ですね、こんな方にちょっと穂先に実をつけていらっしゃいまして、ね、葉っぱがこういう感じになってます。ツルツルしてて、しっかりした、まあ、厚みがある。で、そうですね、なんか紫色になったりする時もあるんですよね。こんなになんかこう先っぽが紫色になってます。で、これ本当にね、畑の嫌われ者で、なんかね、根っこがこうちょっとでも残ってると、こうそこからね、またね、こう生えてきて、こうどんどんなんかこう根っこを細かく砕けば砕くほどいっぱい増やしちゃうみたいな、すごい強い草なんですよね。で、酸っぱいんですよ、味が。で、シュウ酸っていう、なんだ、お腹をちょっとね、緩くする成分が結構含まれてるので、あんまり食べ過ぎたりするのも良くない感じですね。でも普通に食べられる雑草になってます。で、春先とかに真ん中の方に、これだ、これよいしょ、これね、新芽わかるかな、このピューンってなってるやつ、がね、ギシギシの新芽で、ちょっとうまく取れなかったんですけど、これね、ぬるっとしてるぬめりがあってすごく美味しいんです。おー、ギシギシの新芽発見して嬉しい。ちょっとこれ食べてみたいと思います。はい、ではギシギシの調理をしたいと思います。今回はギシギシさんを茹でて卵焼きに入れていきたいと思います。ギシギシさんを茹でるためのお塩と卵焼きのお出汁を用意しました。はい、お湯が沸けましたのでギシギシさんを茹でます。で、2分ぐらいちょっと茹でこぼして、ちょっと細かく刻みます。はい、今1分半ぐらいなんですけども、結構茹だってきたので、もう、茹でこぼしちゃおうかなと思います。では、茹でこぼしてみます。じゃあ、ちょっと軽く流して、はい。こんな感じに、ちっちゃくなりました。はい。湯がいて、細かく刻みました。結構こう細かく刻んでるうちに粘りがね、出てきました。で、これを卵に入れちゃいます。卵は、2つ溶いて、で、だし醤油を入れてる状況です。では、卵を焼いていきます。ちょっと油を熱しました。では、いきまーす。ジュ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 ー。負けるかな？いきまーす。じゃあ目元でいきましょう。くるくる。せーの。えい、あ。よいしょ。お、いい感じかも。で、ずらせるかな。よいしょ。えずるずる。ずる。ずるずる。いけた。よーし。また巻きまーす。ピュッ。お、結構うまいこと言ってる。ずるずる。せーの。よいしょ。お、まあ、なんか、ちょっと、いびつですが、いい感じにいけたんじゃないでしょうか。やったー。
完成しました。では食べます。うん、おいしい。なんか全然酸っぱくなくって、全然なんだろう、野菜感もしないし、よく茹でこぼしたからかな、なんかすごく美味しいです。まあいいお出汁も使ってるので、普通に美味しい卵焼きです。ちょっと待ってな、はい、うまい。あ、ちょっと待って何ですか。ギシギシっていう雑草が入ってるんだぞ。ギシギシだけ食べてみる？どう？うまい！うまい！うまい！いただきました！やった！最近調子がいいです。うまい！うん、どんな味ですか？伝説レア！伝説レアいただきました。ではよかったです。